はい、えー、人工知能時代の日本語教師研修、参加者の皆さん、こんにちは。失礼しましまた、はいえーとあのー、このビデオは、えー、ちょっと待ってね、はいうんあのー、第9週のためのビデオですね、第9週。はい、第9週は発表会になります、はい、で,発表会では、ですね、あのーえー、と人工知能時代の日本語教師、語学教師の役割について、皆さんに、えー、考えてほしいと思っています。 でどうしてねそれを考えてほしいかというとこれはね今年の3月に出た論文なんですがあのこのチャット g p t によってですね大き多くの職業がとても大きな影響を受けてしまうというふうに言われています。 あのちなみにこれはプリンストン大学とかペンシルバニア大学とかニューヨーク大学とかね本当に一流の大学の研究者の人たちが作ったあの書いた研究論文なんですけどでねまあつまりどんな職業がこのチャット g p t に影響を受けやすいかということですね,でねまず最初に心配しないでいい人たちここにね職業仕事が全部774の仕事があってそれが全部ランキングされています、えー で、まあ、一番しあの心配しないでいい人たちはプレッサーとかあのこういう、えー、人たちですねちょっとね私実はこういう仕事どういう仕事なのか具体的にはよくわからないんですけど下から3番目のダンサーズっていうのはこれはわかりますよねもちろんね、えー、の踊りを踊る人たちでこういう人たちがそのチャット GPT にあまり影響されないつまりチャット GPT がどれだけ普及してもその結果仕事がなくなってしまうようなことは ないっていうのはあの分かりますよねダンサー踊りを踊る人たちがね。はい、じゃあ一方で心配した方がいい人たちはどんなあの人たちなのかっていうと最初はそのテレマーケターズっていう人たちが一番に、えー、あります。まあこれも僕はこの仕事はよくわからないんですけど2番目と3番目をよく見てほしいんですね。まあ、これはアメリカの,あの研究ですからこの英語の先生英語や英文学の先生っていうのは まあ、あのその国で話されている言葉という意味だと思いますね。日本だったら日本語だと思います。インドだったらまあ英語、インドも英語とかね、ヒンディー語とかそういうことだと思いますけど、<laughs> ごめんなさい、うん。そういう先生はとても影響を受けやすい。そして3番目に書いてあるのが、外国語の、えー、あるいは外国の文学の先生、まあ。ポストセカンドリーですから、そういうあの、えー、大学とか、ね、専門学校とか、そういうところで、あの 外国語やその外国の文学を教えている先生はとても影響を受けやすいということが書いてあります。えー、ですので、もうこれは本当に今とてもチャット g p t のねえ影響が広がっているところですから、私たちもねこれについては深く考えなければいけないと思います。ですからその えー、語学を教える先生の役割が今までと同じでいいということはないそれはもう確かだと思うんですね、はいえー、じゃあ私たちの仕事の役割をね、えー、どういうふうに変えればいいのかっていうことをここであの考えてほしいと思うんですでそれをですね来週発表してもらいたいと思っていますであの、まあ、カテゴリーをねまず最初に選んでほしいんですけど1から6まであります 1>, 1番はこの AI 時代の語学教師の役割ですね。で2番から5番まではそれぞれの科目ごとに書いてあります読解における AI 時代の教師の役割作文における AI 時代の教師の役割聴解における AI 時代の教師の役割 そして会話における AI 時代のの教師の役割です、ね、はいこの中から一つを選んでほしいと思いますが、まあ、選べなかったらその他でもいいです。でもその他を選ぶ人もあの必ずその,あの AI 時代のねあの社会の変化について 皆さんの考えを話して欲していいと思います、えー、例えばまあ勉強する方法とかね勉強する方法がこういうふうに変わりますある,あるいは私はもうこういうふうに使っていますとかね、えー、そういうことでもいいです、はい、で話す長さはまああのあのねたくさん話したい人もいると思うんですけど5分以内でお願いしますあの 発表会の時間が1時間しかありませんから、そんなに長1人がそんなに長く話す、えー、ことはできませんあ。ちなみにですね、こういうカテゴリー別に、の Zoom の,あのブレイクアウトルームの部屋を、えー、開きます。だからあの、この部屋はこの1番のカテゴリーの部屋、この部屋はこの2番のカテゴリーの部屋とかね、そういうふうにあのブレイクアウトルームを分けて、えー、その中で発表してもらいます。 で発表者はこのコースに参加している人の全員ですけどでもまあ、あのインドに住んでいない人はまあ、希望者のみでも結構ですはいでもインドに住んでいる日本語の先生は必ず、えー、発表をお願いしたいと思いますねはいで今回はゲストの先生もあ先生生もじゃないゲストの人もいますゲストはあの SNS を通して申し込んだ人ですね、えー、それから、えー 国際交流基金ニューデリー日本文化センターの関係者の人、えー、そういう人にもあの、あのー、お知らせしますのでそういう人たちが来るかもしれませんというか多分来ると思いますね、はい、<laughs> でその目的はですねさっきも言いましたけどこの AI 時代にはその先生の役割ね語学の先生の役割は、えー、とても変わるはずです、えー、あるいは変わらないと多分生き残ることができない そういう時代ですよね。ですからどういうふうに変わるのかということを皆さんについあの皆さんにあの深く考えてほしいと思っています。それが理由ですね。はい。でこのカテゴリーですね。このカテゴリーは水曜日までに選んであのちょっとねこれあの、えー、リンクになっているんですが後でこのリンクはあのえー、っとチャットの方でねご紹介しますけどはいあのそこに申し込んでください。 書いいてください水曜日までにね、はいで。それからその発表の時に使った Google スライドとか PowerPoint とか、まあ、別に何でもいいですよ、ワードでもいいし Google ドキュメントとかでもいいんですけど、えー、その発表の時に使った資料は後で、えー、あので Google クラスルームの方に発表してもらいますのでよろしくお願いします。そのつもりで準備をお願いしますね。ははい、えー、とそれでは はいえー、と来週、また今週あの、ねえー、日曜日に皆さんに授業で、えー、授業というかこの今度は発表会ですよね発表会でお会いできることを楽しみにしていま,ます。フィルミレンゲー